今日の一口嘘ニュース、はい、フェイクニュースがはびこる昨今、あえてあからさまに嘘だろと思うような笑える一行ニュースを紹介していきます、はい、では、まずは私から、聞かせていただきます、はい、板原からですね、はい、ネズッチトークショー謎かけ一切せずもうがっかりだな、やるなって、いやね、やっぱ政治がね、安倍さんがね、ね、皆さんご飯食べてます整わせろよやってくれよ、やれよちゃんと、それを見に来たんだよ何を見に来たの、何でんだよ、続きまして、うん、RBI からです、うん、女子十二学坊 M1 1回戦突破。おお、行きますね。それは行きます。これは行きますよ。これは行きますよ。あの森田正則が行けるんだったら、それはもう女子十二学坊行きますよ。女子十二学坊は行きますでしょ。行きます、ね。久しぶりにもう15年ぶりに来ても、ドゥドゥルドゥドゥルドゥドゥルって。またやるんだ。一曲しないやつ来てもいい。来てない。RBI 打率高いな。それでは最後、私から最後です。一年生ネーム北上からですね。鮭イコールマス。重大発表ですけど、違いますよ、実は鮭はマスだったんで、違いますよ、みんなで別物だと思って、研究結果ね、あ、似てるなぐらいぐらい、同じ速感だと思って、あるかもしれない、鮭の筋子となんかマスの筋子とか分かれてんじゃん、同じだったんだ、同じなのね、騙されてただけみんなが、あ、そうだったんだ、鮭イコールマスなんです、なるほどね、私から以上です、じゃあ次は、はい、夢追さん、はい、お願いいたします、はい、私からのフェイクニュースいきたいと思います、はい、まずはファグさんからのお便りです、はい、デビデビデビル大抵の怪我にはボラギノールで対処、まあお尻の薬、まあ、全身は確かに全身の切り傷です全身ケツみたいなもん、それはまあ、まあ、デビデビデビル何でもいいと言うと思ってんな、あいつはそう言ってるから全身肛門みたいなもんだみたいな、だからそれはボラギノールでしょ、確かに、あいつ自身がひどいんだから、そうですね、俺がひどいんじゃないですデビデビデビルが悪いです、はい、デビデビルが悪い、はい、続いて板原さんからのお便りです、はい、語り部つむぐ海の見える町に引っ越し潮風で常にダメージを受ける、ああ、まあそうですね、潮で潮で常連さんに潮ね、なんでその立地を選んだって話ですけどね、あの内乱の時に気づけてあるんですけどね、はい、続いて人参太郎さんからのお便りです、はい、ドーラドーラびっくりマークに改名、それ好きなんだよ、同じドーラ、多分占い師に言われたんでしょうね、そう、1、2画足すと縁起がいいですよって言ってます、二次三次のクッキーってことでいいですよ、危ないっすよ、危ないっすよ、握った、なんだったら今日一番危なかったっすよ、続いて頑張れ田淵さんから、はい、打ち上げ花火下から見るかアンジュと見るかそれも好き、これは何でしょう、どっちを選ぶみたいな、そういう話なんですね、そうですね、うん、なるほどね、下から見るのと下でしょ下でしょうね、続いていきます、午前0時の観覧席さんからのお便り、はい、渦木光おすすめのお店を紹介するも公式サイト落ちず、辛いですね、振るわなかったでしょうね、言ってみたけど、はい、松屋だったのかな、はい、松屋なそしてですね、続いて RBI さん、はい、女子十二学坊 M1 1回戦かぶりました、いやいやいや、なかなかない、これね、これめちゃめちゃヒットでしょ、僕の中で、はい、最後いきます、ゲローさんから、はい、ヤシロ気づくライフラインでテレフォンを選択するもほんまひまわりが出て敗退、どうなんでしょうね、毒舌だったら誰が出たらいいんですかドーラ様とか出るとこだったのがなんかたまたま多分ひまりちゃんが出たっちゃうかな、うん、なるほどね、うん、はい、私からは以上ですなるほど、はい、結構ありましたね、結構ありました、じゃあ次は黒井さん、黒井さんお願いします、はい、ボールペンさんからいただきました、はい、夢追いかける輪ゴムはギリギリ食べれると発言味ついてますからね、え、まあ、ついてるよね、まあまあまあちょっとまあ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 犬だしね、僕も食べたことないの、あいけ続いて、あいけ流してないから笠掛さんからいただきました、はい、黒石場生類哀れみの霊適用これ結構好き、これ結構好き、結構好き、芝ほどないとね、でもこれぐらいかな、芝ちゃんも、なるほど、ありがとうございます、では私の方、最後まいります、はい、頑張れ田淵、ほう、打ち上げ花火下から見るかアンジュと見るか、イエーイ、下から見ます、下から見ましょう、イエーイ、みんな下から見ようね、雪風さんからいただきました、はい、ゴジラ対キングギバラ、はい、以上シンプルですね、ゴジラ対だからこれ昭和ですね、昭和です、好きですね、シンプルですね。